い、こんばんは。こんにちは。We Want The Last Story。今更ラストストーリー遊んでく第18話ですね。前回17話。船の中探索して、ユーリス君の父親の船を発見して、事件解決して、船に戻ってきて、出航前。ちょっとフリータイムできたんで、いろいろ武器新調したり、武器強化したりで、あとね、鍵を手に入れて、その鍵をね、使うとこをこれから探すって感じですね。どうやらこの奥にね、あるみたいなんで、行ってみたいと思いまーす。隠し部屋がどうもあるらしい。そんな話が、あります。と、武器屋の人が言ってました。構造的におかしいって言ってたんで。ここに確か。隙間に少し傷がある。動くな。あっさりですね。おっと。お。スイーク。この地図は。発見。壁にかけられていた地図はグルグ族が築いた前線基地の所在を示す海図だった。ルリ島の目と鼻の先にあれだけの艦隊を集めていましたのね。グルグ族が大陸を追い出されてからもう100年以上、人間側も油断していたってことさ。だがそれだけじゃない。バラバラだったグルグ族を束ね上げた王ザングル、あいつが全ての元凶。船の修理も間もなく終わる。準備ができ次第グルグの基地に向かうぞ。すげえ。準備はいいな。もうちょっと。さっさと片付けろ。向こうは待ってくれないんだぞ。敵の基地に攻め込むなんてまるで絵本の中の騎士様みたいね。グルグ族の基地に僕らだけで乗り込むなんて大丈夫かな。大丈夫なわけねえじゃん。マナミア、グルグ族の食事ってどういう感じなのでしょうかね。準備はいいな。ああ、潜入は俺とエルザ、ユーリス、それにアルの4人で行う。マナミア、俺たちに何かあったときは後を頼む。わかりました。何もないことを祈っていますわ。何もないことはないっていうね。海図を頼りにグルグ族の前線基地へと向かう一行。激しくなるであろう戦いを前に、ひとときの平安に包まれていた。名残惜しそうに水平線の彼方に漂う夕日は、海に空に全てのものに朱を注ぐ。柔らかな波に浮かぶゆりかごとなった船はゆっくりと日の光を浴び、輝く鉱石を確かに刻み進んでいく。海って本当に広いのね。どこまで続くのかしら。ずっとお城にいたらこんな景色は見られなかったのかな。やっぱりカナンはそういう笑顔の方が似合ってる。ラブラブですがね。ねえ、エルザはどうして傭兵になったの。まだ小さい頃、村を焼かれてさまよっている時、クオークと出会ったんだ。それからなんとか二人で暮らしてきたけど、ある時あいつが言ったんだ。いつまでもこんなことじゃダメだ、戦で手柄を立ててまともな暮らしをしようってね。でもただの傭兵じゃ何も変わらない。騎士にならないと。
けど、騎士になったらずっとお城の中だよ。こんな景色を見ることだってできなくなっちゃう。やっぱりカナンは城に帰りたくないのか。うん、でもエルザたちに迷惑かけない。私も私なりに頑張ってみる。ごめんな、力になれなくて。いいの、今はこうしていられるだけで。ゆったりとしてるね。Oh my gosh! Zettai Bartera, yo ne. Isume, no tan tan si iré ni zo. こちら側は手薄だな。だがどこに潜んでいるかわからん。慎重に行動しろよ。ここが拠点だってことを忘れるな。アール、大丈夫かい？ええ。止まれ、ミアリがいる。エルザ、頼む。やっとここまで来ましたね。どこまで来たか知らんけど、とりあえずちょっとこの辺ちょっとね、なんかアイテムはないのかな。おっしゃ、じゃあ行こうか。臭い。なんだこの匂いは。な、何、どうしたのさ、みんな。エルザ、お前何も感じないのか。止まれ。オーガだ。まともにやると面倒だな。ん？あの門番、居眠りよ。オーガはむやみに刺激するな。同時に襲われたら厳しい。あの門番を先に潰せ。指揮官をやればこちらが有利だ。臭いようが。もう何これ、汚い。目が悪すぎる。
カモン。イエー、垂直切り。壁を駆け上がり、そこからジャンプして切りつける。ウィンドのように魔法サークルを拡散させることができる。チュートリアル。なるほど。 For example、 もう一回。ステルス、グルグエッジ、グルグエッジも強化してくればよかったね。おっしゃい、行くぞ。ややこしいな、刑事。油断はするなよ。ここは生活区みたいだ。敵の本陣はここではないの。マグマを使って生活しているのか。グルグ族の文化は人間のそれとは全く異質だけど、昔は共存していたらしいよ。いろいろあってグルグ族はこんな危険と隣り合わせの場所に追いやられたみたいだけど、でもそれが今では危険なマグマでさえも使いこなして生活してるんだ。すごい執念だよ。人間とグルグ族が共存していたなんて信じられない。今ではもうそれを知る人は少なくなってしまったのさ。減らされたと言うべきかもしれないけどね。え？生きるためには知らない方がいいこともあるってことさ。まあ明らかに迫害されてる感じだったもんね。おしゃべりはそこまでだ。警戒しろ。大丈夫だよ。敵の気配はないし。おい。すごい。島全体が基地だなんて。うん、向こう岸で何か動いたか。ああ、港の位置から考えると中枢は向こう岸だろうね。みんな隠れるんだ。おいおいおい。壁歩きする前に終わっちゃったね。
高級剣だ。オーケー。ウィザードキラー。おっとっとっと。ウィザードキラー。ブラッ。うわ。ちょっと待った。ブラッドソードなんぞや。明らかになんか強化したらめちゃ強そうだね。よしこ。ああ、セーブポイントがあるね。こっちはどうなってる？よし、じゃあ、行きましょう。いい機会だ。セーブもしていきましょう。イエー。ここは採掘場なんだ。あ、奴隷が。強そう。悔しいけど今は我慢か。やばいぞ。エルザ、行くぞ。ごめんなさい、私のせいです。分かっているならやるな。アンパナ市場は仲間を殺す、俺の仲間を殺すつもりだ。死にたいのなら一人で死ね。そんな怖く、いい気だ。お前だって、そうやって仲間が死んでいくのを何度も見た。アーマーブレイク。おっしゃい。片付いたか。ったく、バレたね、完全に。されちゃったよ。私のせいで。大丈夫？ごめんなさい、私のせいで。いいんだ。いや、君にこんな光景を見せるべきじゃなかった。言い出したのは私よ。エルザは何も悪くないわ。君が行くと言わなくても、きっと俺は君を連れ出したさ。エルザ、放っとけないんだ。行こう。ここにいても仕方ない。進もう。みんなと合流しないと。
エルザ、怪我はない？なんで開いた？カナンは大丈夫。行こう。みんなのところに戻る道を探さなきゃ。エルザ、ありがとう。私、やっぱり迷惑だったのかな。ああ、カナンと一緒にいるとハラハラしっぱなしさ。え？嘘嘘、冗談さ。カナンは本当に優しい人なんだって思う。カナンのそういうところ、俺は素敵だと思うよ。ありがとう。ちょっとまたなんかありそうだぜ。行くぞ、カナン。足場が閉まった。こんなところで。え、こっちから行くぞ。また後ろか。でも弱いな。行くぜ、ホーリーバースト。行くぜ。倒してもキリがない。エルザ、私もう力が入らない。まだ諦めるな。え？エルザ、私もう力が。まだ諦めるな。おいおいおい、絶対に生きて帰るんだ。さてどうする。新たな力の覚醒か。守りたいと思う気持ちがそんなやつか。そんなやつなんか。前方ウーグ艦隊、距離一クタ丸々。お、来てくれたか。もしかしてセイレンとかも。Good job! さあ盛り上がって参りました。
主様。すげえ。空の魔物を受け取るのだ。あれを使えば船よりも何倍も早く彼氏につける。はっ、やってみます。一方その頃、What the fuck?されたぞ。この振動は砲弾も。ブリ艦隊の砲撃。走ろう。一気に駆け抜けるんだ。イエー。めっちゃ光ってるね。あ、はい。あれ、もういねえじゃん。よーし、行くぜ。ユーリス、エールが遅いよ。こいつらを何とかしてくれ。魔法が打てないんだ。オーケー、こっちだ。この揺れは、それにこの音、ルーリーの艦隊が来てくれたらしい。もうちょっと早く来ればいいのに。ってことは、あのトリスタ将軍に。これでみんなで合流したね。ここはいけないか。よーし、合流した。ここで一回ね、中断したいと思います。お疲れ様でした。